ということで、ここが JR 舞浜駅です。今日はディズニーランドの最寄り駅である千葉県浦安市舞浜駅に来ております。僕の隣には、京葉線に少し詳しい方をお連れしておりますので、僕の喋る内容よりも少し濃密な動画になってくれるということを期待しております。いや、ちょっときついな。僕の隣にいるのは、青帯交通系という、動画チャンネルをやってる人です。こんにちは。こんにちは。さて、やってきたのは E233 系京葉線各駅停車の東京行きです。さっきのがいやいやようやったら面白かったね。18181Y でいやいやよ。さっきね、列車番号が 1818Y っていうのが出てきて、舞浜いやいやよって、なんだそれみたいな。参考画像は多分覚えてたら載せておきます。あとなんか地味に特難だ。そう、それが特難車5001って書かれてありました。僕1号車行ってよかった。京葉線、これで東京に行けると思ったらね。それもやっぱ人少ないな。武蔵野線じゃないから10両編成だ。ちょっと今回は没動画になりそうな予感がするんですけど。ドッタガイスなんですけど、それを見に来たんですよ。なるほど。でも今日はちょっと普通の平日なんで、どうしても休日より平日とかになってしまうとサラリーマンの方が多くなっちゃうのかな。そうですね。だから逆に舞浜が人少なくなっちゃうみたいな。新木場とかの方が、そうですね。僕が最初この舞浜駅で、東京方面に電車乗った時、新木場駅のね、乗った時は、5、6回警笛鳴ったのね、この舞浜駅出発時に。ポーンポーン、ホバババーンって。ポーンポーン、ホバババーンって。でも今、こんな感じで、ホームめちゃくちゃ空いてるから、もうちょっとごった返してくれないとって感じだね。車内の様子も、混雑率的には結構。なんで、次の電車が、快速電車なんですけど、京葉快速の東京方面、東京行きかな。それが来るまで待たないといけないみたいな。何これ。通勤快速。通勤快速か。リア充が大嫌いな通勤快速だ。通勤快速です。これもまたネタ列車で、鳴門勝浦行きなんですね。勝浦行き。勝浦、キー、勝浦。勝浦ってどこだ。勝浦。房総半島。そうですね。数はいつも一宮より先行きますね。へえ。勝浦。本田で分割して東金線とこの辺です。外房線に結構分けるんです。千葉県南東部に位置するし、へえ、結構遠いんだな。これで横浜行った気分。今日結構あれ乗ったよ。三四種はしたかな。おお、三四種。モノレール1日券みたいなの買いました。なるほど。かわいいキャラクターのだけのためにあんまり乗らなかった。次の電車なんですけど、快速の南船橋方面の電車が来るらしいです。あ、こっちなん。聞いてない、それは。今のはちょっとね、平日のくせにディズニー行ってるやついるんだね。人のこと言えないわ。ディズニーリゾートライン乗ったり、ウエスタンリバー鉄道を3周したりとか。さすがに飽きたけどね。同じ内容しか喋らないもん。快速東京行きです。イーストジャパンレイルウェイカンパニー JR 東日本。 JR 西日本そんなかっこいいなんかあだ名ついてないから。JR ウエストだけとか。奥
奥には新木場かな、新木場じゃないわ、葛西臨海公園の方の観覧車も見える。2319と209系ってあんまり変わらなくないですか？どっちも3色 LED もどっちも一緒だしみたいな。ちょっと変わらないんですけど、はいはい、前面で見て209系って武蔵野線で白いんですよ。ああ、はいはい、それとかで見分けてます。ああ、でも関西人が223系を2000番台1000番台見分けるぐらいのポイントなんか。僕はちゃんと見分けてます。このチャンチャンチャンっていうこの接近メロディーっていうのはほぼずっと使われてんの、この東京近郊、関東近郊では。まあ、まあ、接近メロディーって多分ね、結構最近もう数年前はちょっとなかったはずなんですよ。あ、そうなんだ。東京駅とかでもこの曲聴くなと思って。ああ、なるほど。お、ちょうど231系が2つ並んでる状況だった。あ、これ209だったんです。いや、209系なのあれ。多分白いだね、209系だった。なんか似てない231系に。わかんないよ。あ、若干違うわ。ガイドなんですよね、219系。多分こっちは209系だと思います。はい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 。僕が乗った列車はたまたま運が良かっただけかな、あんなに警笛連発したのは。次にやってくるのが41分発ですね。間隔短いです、ね、なあ、短くなってきたな。短い、あの京葉線 の、 あの市川塩浜から東京ってかなり間隔がものすごくバラバラで、はいはい、ああ、急にいっぱい来たり急になんか間隔短かったり急に間隔空いたりっていうのが結構日常茶飯事で、緩急の差が激しいのか。京葉線で各駅停車は15分間隔で、はいはいはい、休日も15分間隔で、武蔵野線は20分間隔なんです。ああ、それでこう差異が生じて。そうですね、感覚が違うのでちょっとそれで感覚がバラバラになっちゃう。ああ、バラバラになっちゃうの難しいな。15分間隔とは言ってもちょっとそこは均等に15分間隔ってわけじゃなくて若干1、2分ずれたりして。ああ、やっぱりしちゃうんですよ。パターンダイヤにはなかなかできないんだ、合流したりとかがあるし、間に特急入ってきたり貨物入ってきたりとかで。京葉線のウェディングのあれもなんか結構ロマンあります。あ、将来結婚したらウェディングトレインやりたいとかそういう欲望というか願望あるない？いや、なんかどうせ結婚式やるんだったら電車の中でやってみたいよね。やってみたいよね、なんか。あれ、大阪環状線でもなんかどっかの結婚式場がやってるかなんかで、ね、ありましたよね。1年に1組ぐらいらしいけど、やってるらしいから、価値はあるよ、やってみる価値は。鉄振りには結婚は無理だ。もちろん、あくまで自分らの欲望ですね。あれ、西船橋行きってあるんだ。ありますね。なんか、東京メトロの中央線だっけ、東西線か、東西線ぐらいでしか思いつかない。あれが普通、西船橋行き。なんでこれだけなんか普通になっちゃうの、不思議だね。蘇我とかは普通に各駅停車なんですけど、それがちょっと僕は不思議ですね。お、ということは貨物か特急か、多分特急やろな。お、またまた走ってますよ。紫色はね、ずっと朝から夜まで運用出てんだよ、こいつ。見てたけど、リゾートライン。なんかあったの、車両故障とか。本当、まあ、本来なら住之江公園駅です。あ、住之江公園駅になってるものが南波駅とかが爆誕してるってことか。かもしれないです。かもしくは西梅だから。なんで関西にも詳しいの君。あ、そっか、住之江公園と西梅田の間でもうずっと往復し運転してるだけだから、あいつは、あいつはって。ちょっと警笛期待していい？はい、そう。警笛です。
あ、551だって551の蓬莱これの発車取ったら僕帰ろっかな。じゃあもうそろそろ戻らないと。わかりました。あ、ごめんね、わざわざこんなとこまでまあ、まあそうっすね。ちょっと結構、いやもまあ、まあ距離あるの。ああ。